いや、ここら辺で俺は立ち上する人間だっていうことをちゃんと言っとかな。なんか最近本当に意味わからん。なんか、普通に俺思ったこと言っとうだけで、マジで株とか上がるような俺本当に困っとって。どうにか程よいバランスでこう、こうせない関係、やっぱちょっとでも立ち上はもうちょっとしとかな。バランス取れんくない？本当にいいやつみたいになるやん。俺結局立ち上しとったらあいつゴミだなってなる。その、最後。あんだけすごいこととかなんか一丁前なこと言いようけど、でもあいつ歌舞伎で立ち上するけんゴミやんって落ち着くやん。わかる。そういう落ち着き方したいっちゃ。定期的に人殴るか。じゃあまずお前からね。タチションとかでバランス取らな。きつい。さっきもさ、死ぬ子さんとの LINE 本物ですかみたいなコメント来とって、なんか、俺別にキャバクラも行かんし、プライベートで酒も飲まんし、みたいなさ、家も出らんし、めちゃくちゃ有料物件じゃない？でもめっちゃ浮気するけど。みたいな LINE のやり取りを死ぬ子がパッてツイートしとって、それ、本当ですかって聞いてきたんやけど、嘘つかん。そんなの嘘つかんよ。女もタチションできる。うちのばあちゃんはタチションしとったって言った。なんか俺ムズムズするじゃん。そんな身の丈に合わん褒められ方されたら、いや、違うのに。どうしようみたいな。まあ、別に違うし。日に日になんかいいやつみたいになるよっちゃね。最近もさ、深田エビのこととかもあって、別に俺、その軽い気持ちで言っただけで、思ったこと言っただけや。てか、別に当たり前のこと言っただけや。そもそもよ。誰でもわかる。バカでもわかるや。怒ってくれるやつが偉いと、猿でもわかる。当たり前や。当たり前のことを当たり前に言っとうだけで、なんて LINE ニュースとかに載んねん。どうしようと思って、俺別にそんなすごいやつでもいいやつでも大したやつでもないのにな。反射が言ったけど、誰が反射や。